こんにちは、のくですアラヒフなんちゃって億万長者合宿第13話ということで撮っていきたいと思うんですけれども漫画の話題が出ていました、ね、アラヒフの私たちの世代といえば小学校の時漫画コロコロコミックを愛読していた方は多いと思うんですけど、えー、実は私もですねこのシリーズでコロコロコミックを在在に 動画を作ったんですけどなんかうまくまとまらなくて一回没にしたりしたんですけれどもライバル誌として「ボンボン」という漫画雑誌もあったそうなんですけど私はそちらはあまり記憶になくてですねこの動画を作るにあたってネットで調べてみたんですよコミックボンボンの方もそうするとですね2007年ぐらいで 感になっているようですね。コロコロコミックの方はいまだに続いているようなんですけれども、えー、で当時のね思い出される作品といってもコロコロコミックだといくつか出てくるんですけれどもボンボンの方はあまり思いつかなかったなというのがあるんですけどネットで見たところによると有名な漫画家も、まあ、松本零士さんみたいな方も、えー、作品を出しているので。 まあ知ってる人は知ってるのかもしれないですけど、私はほぼほぼコロコロコミックでしたね。まあ9、9、10-0で私の場合はコロコロコミック。まあ当時の王道に対するまあ対抗馬がボンボンだったのかなというところなんですけど、まあかなり私はミーハーだった <laughs> という感じですかね。で、コロコロコミックで言うと、藤子藤尾さんの作品が 有名だと思うんですけど「ドラえもんののび太の恐竜」という映画ありましたけれども近年ちょっとリメイクされたのがあったんですけど、えー、それではなくてですね第1作映画版第1作がその当時掲載されていた「まあのび太の恐竜」というものだったんですけどコロコロコミックでれら原作を私は読んだ記憶がありますね。 えそんな感じでいくつか思いつくタイトルでいうとコロコロコミックでいうとあとギャグ漫画なんですけどゴリポンくんとかあさりちゃんなんていうのもあったりですとかあとはですねゲームセンター嵐なんていうのもありましたねまあ子供ですからね当時はゲームとかも好きだったりするんですけれどもまあまだファミコンとかがない前の時代私たちのね ののの小学校の頃ゲのゲーーームムといいうとボードゲームみたな思い出しますね人生ゲームとか億万長者ゲームなんていってルーレットを回してすごろくみたいで駒、えー、を進めていくとその止まったところにいろいろイベントというかそういうのがあって、えー、それを回っていくみたいなものだったと思うんですけど億万長者ゲームっていうのがちょっとはまって。 やってましたね、えー、その中でですねまあ億万長者ゲームなんで最終的にお金をが多くなった方が勝ちだったと思うんですけれども産業スパイっていうねあるマスに泊まると産業スパイとなって友達が建てたビルを、まあ、潰していけるみたいなね、えー、産業スパイになった時にここまで泊まるとその泊まったマスの、えー、ビルを潰していけるみたいなのがあってちょっとそれが快感だった。 思い出がありますね、えー、性格の悪い私が出ていますけれどもまあそんな感じでボードゲームがその頃あったなとちょっと思い出したのとでですねファミコンがない前の時代テレビゲームっていうとどういったものがあったかっていうとなんかテニスみたいなこういうのが棒みたいなのが出てきてなんか球を打ち合うみたいなそれでねやるみたいなのが。 まあ単純なゲームなんですけど当時はかなり面白かったなという思い出があってだんだんそういうのが今度はパズルゲーム見たくなってブロック崩しみたいなブロックが並んでいて下に長方形のまあバーみたいのでこうやって移動しながら球を打ち返してブロックを崩していくみたいなブロック崩しなんてゲームがあったのも覚えていますしえでまだまだですね家庭用ゲームというか ゲームセンターというのが流行り始めた頃でもあって私が小学校の頃にですねインベーダーゲームっていうのがきあれ出てきてまあかなりそれが社会現象になったかなという感じがありますねまあちょっと不良のたまり場みたいな当時はイメージもありましたけれどもまあそんな感じでインベーダーゲームをね今から思うとかなり 規則的な動きというか単純なんですけどなんかこう,うこういうふうにだんだん横,横に移動するインベーダーがだんだん下がってきて、えー、それを撃つみたいな形でなんか攻略法なんていうのもあってね名古屋打ちなんていうのが有名になりましたけど、えー、そんな感じでゲームセンター嵐っていうのがゲームを取り扱う、えー、ジャンルの漫画でしたね。 まあ当時はやはりね小学生のなんか夢というとまあプロ野球が入ってたんでプロ野球選手とか漫画家になりたいなんていうのもねありましたよね私もね4コマ漫画がんか書いていた気がしますね雑誌に投稿したりは私は引っ込み思案だったのでしませんでしたけどまあひそかにそういうのは思ってたりもしたまあそんな時代かなと思いますね。 でですね書,書店とかも個人の書店とかもまだまだあった時代で立ち読みとかもね単行本でたたりししていました、ね、小学生なんでお金ないですからまあ、久保さんもね友達と回し読みみたいなのをしていたって言われてましたけど、まあ、そんな感じ,のって感じでいろいろなんおおらかな時代というかそういう感じでいろん,んなものがまだ。 きっっちりししててなななかかた時代かななんいいうのを思い出しますね,でですねゲームもまあどんどん流行っていったんですけどファミコンの前なんでまだギリギリゲームボーイとかハンディ用のまあ、今もありますけどものとかあとですね、えー、ゲームもなんかインベーターゲームの アリューというか家庭でこ,これぐらいで1種類しか遊べないんですけどやっぱりなんかこ,これぐらいの教材でなんか遊んで撃ってまあシューティングゲームっていうんですかね敵が来て撃ってみたいな形であとインベーダーは規則的な動きなんですけどギャラがでしたっけギャラクシーとかなんとか忘れちゃいましたけどハエみたいなのが飛んできてそれで撃ち落とすみたいなそんなゲームがありましたけれどもまあそういうね やつだと1種類しか遊べなかったり、まあ、そんなことを思い出してまあ漫画とゲームっていうのは、えー、少年というかその頃の子供にとってはいい遊び道具だったなというのを思い出しますよね、えー、特にねコロコロコミックは王道だったんで、うん、読んでたなというのはありますね、うん 今も続いいてるっていうのがすごいですごでよね小学校の時の作品しか覚えてないですけどその後も続いてるってことは、まあ、いろんな作品が出たんだろうなとは思うんですけれどもだんだんまあ中学校ぐらいになるとねそういう漫画の世界から離れていっちゃいましたけど私の場合は。 まあそういうところでまあ漫画からだんだんゲームに子どもの興味が移っていくそんな過渡期でもあったのかなということを思い出したりしました、えー、皆さんも子どもの頃というとどんな遊びがあったですかねそれではご視聴ありがとうございました失礼いたします